リトアニアの宗教では、リトアニアにおける宗教の歴史と現状を解説する。リトアニアの宗教は現在ローマカトリックが大勢を占め、他の宗教は少数となっている。しかし歴史的には、多くの宗教が信奉されてきた。もともと現在のリトアニアにあたる地域は、バルト人の土地であり、彼らは独自の多信教信仰を持っていた。 リトアニアが初め統一されてから14世紀半ば頃までは多神教の伝統に従って国家を組織していったがそれ以降はキリスト教が徐々にリトアニアに入ってくるようになる農民層が中心のリトアニア人にカトリックが浸透するのは16世紀頃と言われている13から15世紀におけるリトアニア大公国の領域15世紀における リトアニア大公国の領域が黒の太線で示されている。その中で北西部にあたる薄緑色で示された地域が13世紀における領域で現在のリトアニアとはほぼ重なる。中世のリトアニア大公国は現在のリトアニアの他ベラルーシやウクライナの大半を含む広い領土を支配しており、主にスラブ人が住んでいた。 東部地域では聖教を信じる者も多くいた。他方、現在のリトアニアにあたる北西部では、はじめ多神教が、後にカトリックが最も信奉されてきた。また大公国ではその他イスラム教やユダヤ教の信仰なども広く認められてきた。さらに17世紀になると、聖教会の古儀式派もリトアニアに入ってくる。18世紀末。 当時のポーランド・リトアニア共和国は分割され、リトアニア地域はロシア帝国の領土となる。ロシア帝国の支配下では後にカトリックの信仰やリトアニア語の使用が禁止されることとなったが、その後の民族運動などではカトリックの信仰がリトアニア人の民族としての意識を高めるものとしてリトアニア語と共に用いられることとなる。 第二次世界大戦中は、ナチスドイツの侵攻を受けリトアニアは、ナチスの支配下に入る。ここでは、ユダヤ教徒が迫害を受けることとなった。また、第二次世界大戦後には、ソビエト連邦の支配を受けることとなるが、そこでも宗教は弾圧された。宗教の撲滅を図るソ連の政策は、ジェノサイドと比喩される。修道院や、大学の進学部、 神学校、その他宗教関連の新聞社や団体などが閉鎖され、神父などの宗教関係者が処刑や流刑されることとなった。そのため、ソビエトに支配されていると感じていたリトアニア人にとってカトリックは民族のアイデンティティとされてきた。スターリンの死後は宗教弾圧は緩くなっていく。フルシチョフ時代には宗教活動を理由に、 逮捕されていたものが体制釈放された。その後1990年代に入るとリトアニアは独立を回復する。独立回復後の調査ではカトリックが国民の約8割を占めるなど依然を多く他の宗教、宗派は少数にとどまっている。しかし歴史的経緯から多くの宗教、宗派の教会などが国内各地に多く残されており、 全国の境界分布地図なども多く市販されている。欧州連合の調査欧州連合が行った調査では、リトアニア国民の49%が神の存在を信じると回答しており、また36%がある種の霊や生命力の存在を信じると答えている。そういったものを一切信じないと回答したものは12%にとどまっている。 リトアニア統計局の人口統計2001年に行われたリトアニア統計局による調査によれば各州派別の人口統計は以下の通りとなっているリトアニア統計局による人口統計からも明らかなように現代のリトアニアでは宗教を信じる者の,の大多数がキリスト教徒であるその中でもカトリック教徒が最も多くついで聖教徒 プロテスタントの順となっている。現代のリトアニアはヨーロッパでも有数のカトリックの国であると言われる。リトアニア統計局の調査によると国民の79.0%が自らの宗教がカトリックであると自認している。ローマカトリックの普及歴史的に見てみると中世のリトアニア大公国はヨーロッパ最後の異教国とも呼ばれるような非キリスト教国であった。 しかし13世紀、リトアニアが、周囲のリボニア大剣騎士団などから攻撃を受けるようになると、当時リトアニアを統一していたミンダウガスはその脅威を和らげるため、1251年、カトリックに改修した。しかしミンダウガスの死後は再び、異教国となった。ビリニュス大聖堂かつては、この場所には、雷神、ペルクーナスを祀る異教の神殿があったが、中世以降は、 カトリックの聖堂が建てられている。また、ソ連政権下では、ギャラリーとして使用されていた。現在でも、この大聖堂の地下には、異教の祭壇などが残る。1397年、リトアニア大公ヨガイラは、ポーランド王に就任する条件として、カトリックに、改修、さらに、リトアニア大公国の国境とした。 それを機にローマカトリックがリトアニアに広まっていくことになる。ヨガイラのいとこにあたるビータウタス大公はかつてミンダウガスの時代にキリスト教の聖堂があった場所にゴシック様式の教会を建てた。これが現在のビリニュス大聖堂である。ただしその後消失と再建が繰り返されており現在の大聖堂の外観はビータウタスの時代とは全く異なっている。 現在の大聖堂は1783年から1801年にかけて行われた大改築によって建てられた古典様式の大聖堂が原型となっている。しかし大聖堂の内部はビータウタスの時代の姿がかなり残されている。16世紀になるとカトリックが貴族社会のみに留まらずリトアニア人の農民社会にまで浸透していった。ただし当時の聖職者は ポーランド人が中心で、また教会でのミサも当時の公用語であった、ポーランド語で行われた。弾圧と抵抗運動の歴史その後カトリックは、ロシア帝国やソ連の支配下で弾圧を受けるようになる。1831年、多くのリトアニア人が、ポーランド人と共に11月放棄に参加し、帝政ロシアの体制に反対したが、チャーリはこれを鎮圧し、 その後報復としてカトリック教会を弾圧した。ロシアはカトリック教会が所有していた土地を没収し、正教以外の宗教教育を認めず、またカトリック信者を正教会に改修させるなどした。1863年に1月放棄が起きた後も、ロシアによる報復が行われた。数百人の聖職者や信者が投獄され、また処刑された者も少なからずいた。 第一次世界大戦後、リトアニアは独立を果たすが、第二次世界大戦中にソビエトがリトアニアに進行。1940年にモスクワからの指令により、リトアニア政府内部に宗教活動を取り締まる監督機関が設置されると、カウナス大学進学部が哲学部とともに閉鎖され、また、4つあった、神学校のうちの3つも閉鎖。 残りのカウナス神学校は閉鎖を免れたものの、それでも校舎の4分の1が赤軍に引き渡され、生徒の数も共和国時代の500名から150名に削減されるなどの弾圧を受けた。神学校の学生数はその後さらに25名にまで減らされている。宗教関連の新聞社や団体なども閉鎖に追い込まれた。神父などの聖職者も迫害を受け、 1940年から1941年の1年間で15人の神父が処刑、18人が監禁、9人がシベリアへ流刑された。この監督機関はその後1991年まで活動を続けている。ソビエト侵攻に伴いリトアニア国内では森の兄弟と呼ばれる反素抵抗運動が展開され、カトリック教会の聖職者らもそれに参加した。 密かにカトリック教会と連絡を取っていたパルチザンの戦士らの壊滅を目論んだ。占領政府は教会の力を利用しようとしたが、教会は協力を拒否。その結果司教らが逮捕、投獄、射殺される例も少なくなかった。ソ連編入後もカトリック教会は特に地方部で権威とみなされ続けていたため、 共産党当局はこれを服従させようとしたものの、うまくいかず、ここでも、司教らが逮捕されるに至っている。当時の様子を、チェパイティスは次のように描写している。リトアニア人司教や多くの神父が逮捕された。ヴィンセンタス・ボルセビチウス司教は、ビルニュスの KGB 監獄で、拷問の挙句、射殺され、メツスロバス・レーニス大司教は、ロシアのウラジミール監獄で、 死去。二人の死去は、国外追放となった。362人の神父たちは逮捕され射殺されるか、国外追放された。多くの神父が、ソビエト当局から教会で働く許可を受け取れなかった。リトアニアの独立時代に比べて、神父の数はかなり減少した。多くの教会が閉鎖された。十字架の丘十字架の丘シャウレイ近郊にある。 ローマカトリックの巡礼地。リトアニアの観光名所となっており、無形文化遺産の一つとして登録されている。カトリックの司祭らは、共産政権下のリトアニアにおいて、抵抗運動を主導。シャウレー近郊にある十字架の丘は、こうした、反共産主義運動の聖地であった。この丘に初めて十字架が建てられたのは14世紀頃とも、言われるが、 確実な記録に残っているのは1847年のことである。この時に近くの住民が重病から回復したことを機に十字架を建てたと言われ、その後その話は広まっていき3年後には20の十字架が建てられるようになった。現在この丘には数千のラテン十字が建てられているが、ラテン十字の使用はかつてリトアニアが ロシア帝国によって支配されていた時代に禁止されていた。1863年に、帝政ロシアの圧政に対して放棄が起こされると、多くの犠牲者が出たが、家庭などで、ラテン十字を飾ることは禁じられていたために人々は、こっそりとこの丘に十字架を持ち寄り放棄の犠牲者の追悼を祈った。ソ連下でもこうした宗教的象徴の使用は禁じられていた。 1961年と1975年には、ソ連当局によって、丘に建てられた約5000の十字架が、トラクターで撤去されたが、しかし翌日になると、再び十字架が建てられていた。このように十字架の丘は、宗教弾圧に対する抵抗運動の象徴となる、土地であった。なお、現在は、ラテン十字の他にもギリシャ十字や八端十字架、ケルト十字など、 約十万の十字架が建てられている。中には、リトアニア人が、もともと信仰していた、多神教信仰の要素が取り入れられた十字架もある。また、1993年9月7日には、教皇のヨハネ・パウロ2世がこの丘を訪れている。クロニカまた、カトリック教会は、地下出版などの活動にも関わっていた。1972年に、ソ連の圧政に抗議して、 カウナスの学生ロマス・カランタが昇進自殺を遂げ、それに続くように10件の昇進自殺が起きたが、これらの事件をきっかけとして、カトリック教会もリトアニアで起きていることの真実を内外に知らせるための活動に乗り出す。司祭の多くが弾圧を受ける中、10人の神父によってリトアニアカトリック教会報告が送還され、全国各地に配布されるなどした。 出版関係者は KGB によって逮捕されたり、あるいは精神病患者として強制的に入院させられ、サイキアトリック療法という名のマインドコントロールを受けるなどしたが、そんな中でもクロニカは定期的に印刷された。当時編集を務めていたシギタス神父の回想によると、クロニカは南部のシムナスで編集され、そこで8部印刷された後、 リトアニア各地で副社され、計100部から150部が国内に出回ったという。クロニカは海外にも密輸され、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語に翻訳されたが、そうして翻訳されたものが、ミュンヘンやバチカンのラジオ局で取り上げられ内容が放送された。海外で放送されたクロニカのラジオ放送は、ソ連当局によって電波が妨害され雑音混じりでは、 あったもののリトアニア本国にも発信された。また1974年にはシカゴでクロニカ・ユニオン協会も設立され、クロニカが10冊の本に再編、再販された。クロニカはシギタス神父の下で第57号まで発行されたが、彼はその後1983年に KGB によって逮捕される。しかし、それでも、 クロニカは発行され続け、1989年までに82号、出版された。雪解けの時代、スターリンの死後リトアニア共産党に占める、リトアニア人の割合は増えていき、それに従い、リトアニア文化に対する態度も徐々に寛容になっていき、宗教弾圧も緩くなっていった。フルシチョフ時代には、それまでに、宗教活動を理由に、 逮捕されていた者が体制釈放されている。また、1977年からリトアニア共産党中央委員会の初期を務めたアルギルダス・ブラザウスカスはソ連後期の様子について次のように回想している。私の時代についてであるが、党員は自分の子供たちに洗礼を受けさせ、こっそり教会で結婚式を挙げ、カトリックの祭日を祝った。 この時代では我々の家族は毎年イースター、クリスマス、クリスマスイブを祝ってきた。もちろん我々は窓にブラインドを下ろして祝った。人々は皆静かに同じことをした。なぜならそれはキリスト教徒として根本であり、基本的なものであり、決して忘れ得ない伝統であったからである。これらの伝統は途絶えることなく我々の家族、両親、 祖父母、親族により大切に受け継がれてきた。我々は、また、これらの伝統を、政府や党における我々のレベルに関わらず、当初期から普通の党員まで、誰でもが受け継ぎ、それは、家族も同じである。このように、共産党員の上級官僚でさえカトリックの、休日を個人的に祝っているような状況であったため、教会儀式に出席した人々に対しても、 当局から迫害が及ぶことはなかった。こうした状況は宗教が抑圧されていたソビエト社会では独特のものであった。ゴルバチョフの時代に入るとリトアニア国内で独立の機運が高まっていった。1990年にはリトアニア最高会議が祝日法を承認し、これによりクリスマスやイースターといったキリスト教にまつわる日が祝日に制定された。 民族宗教としてのカトリック以上のように、低成ロシアやソ連支配下においては、カトリック教会がリトアニア人のナショナリズムをかきたてる重要な役割を果たしてきた。これは文化的、政治的統制を正当化する文化装置であった、帝政ロシア時代の政教やソ連時代のイデオロギーに変わるものとして、 カトリック教会のような伝統的かつ主流派であるキリスト教が再考され、そして民族としての文化的統合や人々の倫理、道徳の源泉としての役割が果たされてきたことを意味する。カトリック教会は普遍主義的教義を掲げつつ、しかし、リトアニア人の土着信仰の要素も取り入れていき、そして、ロシアのものである正教会などとは異なるリトアニア固有の 民族宗教、国民宗教として、リトアニア人の民族主義をかき立て、国民を統合してきた。ソ連時代、宗教活動を弾圧してきた、共産政権に抵抗したカトリック教会は、リトアニアの独立回復後は、倫理上の問題から、社会主義や自由主義に反対する運動を展開している。独立回復後、宗教活動は自由化されたが、しかし新たに、 教会建物の修復が問題として浮上し、また、ソ連政権前までは1000人ほどいたカトリックの聖職者も現在では600人に満たなくなったことから、司祭の確保も課題として浮かび上がってきた。こうした状況から、一人の神父が三つや四つの教会を掛け持ちして、日曜礼拝を回ることも珍しくない。聖、ミコラス大天使教会十九世紀末に、 カウナスに建てられたネオビザンティン様式の教会。当初は聖教会の教会であったが、ソ連時代は美術館として用いられた。現在はカトリックの教会として使われている。国民の4.1%は聖教徒でカトリックに次いで多い。また、それとは別に古儀式派を信奉する者も約2万7000人いる。 中世のリトアニア大公国は、正教会を信奉する、スラブ人の土地も領有しており、そのため、正教会は広く受容されてきたが、リトアニアがカトリックを国境とし、ポーランドとの連携を強めていく中で次第に正教を信奉する隣国モスクワ大公国との関係は悪化していった。また17世紀になると、正教古儀式派もリトアニアへ入ってくる。 小儀式派は、最初は、リトアニアの中でも、北部の小さな村で信仰されるに留まっていたが、1709年には、アニークシュチェイのあたりまで浸透し、その30年後には、イグナリナ周辺にも広まり、その後ビリニウスにまで広がった。リトアニアが18世紀末に、ロシア帝国領となるとカトリックは、弾圧を受けるようになり、カトリック教会が所有していた土地はツァーリによって、 没収されるなどしたが、その没収された土地は代わりに、ロシアの交換やターリの支援を受けるロシア正教会の僧が受け取った。このように、ロシア帝国下のリトアニアでは、弾圧を受けていたカトリックとは、対照的に正教が優遇されてきており、ニコライ一世などの皇帝の独裁政治によって支えられてきた。リトアニアは、第一次世界大戦後に独立を果たすが、 その頃の正教とは、ロシア帝国領であった頃に移ってきたものや、ロシア革命から逃れてきたものなど、民族的には、ロシア人が大半であった。現在プロテスタントは、リトアニア国民全体の1%にも満たない。その中ではフクイン、福音ルーテル教会が、最も代表的な教派である。プロテスタントの地域社会は小さく、それぞれは、 リトアニアの北部や西部に点在している。リトアニア北西部のジェマイティア地方は、リボニアやクールラントと東プロイセン北部といった二つのドイツ人地域の間に位置していたが、宗教改革の影響で1530年代にルター派がこれらの地域からジェマイティアに伝わってきた。その後その競技は、リトアニアの中心部にも広がっていき、ビリニュースには、 プロテスタントの学校が建てられるようになった。1539年から1542年にかけてルター派の教義が広められていったが、しかし当時リトアニア大公であったジーギーマンタスはこれを禁止し、プロテスタントの教師たちを軽ニヒスベルクへと追放した。16世紀の半ばになると宗教改革の波が再び訪れたが、1560年代に、 ジー・ギマンタスの息子であるジー・ギマンタス・アウグスタスがカトリックの巻き返しを行い、1564年にはイエズス会をリトアニアに招いて反プロテスタント運動を展開。その結果、彼はカトリックへの反動を成功させた。他方、東プロイセンやメーメル地方に住むリトアニア人の大半は福音ルーテル教会に所属していたが、彼らは第二次世界大戦直後に ソ連の支配を恐れたのドイツ人住民らと共に、西ドイツへと移っていった。そのため、1945年以降リトアニアでは、ルター派が減り続けている。1990年以降、メソジスト、バプテスト、メノナイトなど、多くのプロテスタント教会が、リトアニアで、布教活動を行うようになってきている。カウナスモースクビータウタス大公を忍んで建てられた、比較的新しいもので、 1930年代に建てられた。リトアニアのイスラム教は他の北欧諸国とは異なり長い歴史を持つ。中世のリトアニア大公国ではイスラム教の信仰が認められており、南部に住むクリミアタタール人のイスラム教信仰がよく知られている。こうした地域に住んでいた人々がビータウタス大公の時代などにリトアニア人居住地に移り住んだが、現在こうした。 タタール人は、リップカタタール人とも呼ばれ、リトアニア語を母語としている。しかしイスラム教信仰は強く維持している。リトアニア統計局の調査によると、現在リトアニアには2860名のイスラム教徒がいる。古い歴史を持つリトアニア国家について述べるとき、ユダヤ人あるいはユダヤ問題は無視できないと言われるように、リトアニアには古代から 多くのユダヤ人が住んでいた。ビリニュスから35キロメートルほど南に下った、ところにあるエーシシュケスという町にある、ユダヤ人の破壊死は1171年に建てられたと、され、リトアニアのユダヤ人の起源の古さが見て取れるが、ただし彼らがどこから来たのかについては、国会沿岸や西欧など諸説あり、あまりよくわかっていない。また、 ユダヤ問題は単に宗教上の問題であるだけに、とどまらず、ユダヤ人という民族の問題としても捉えられる。ビリニュスにある、シナゴーグユダヤ人富裕層によって1894年に、建設が着工され、1903年に完成した。かつてビリニュスには105のユダヤ関連施設があったが、現在はこのシナゴーグが唯一残る施設となっている。 ドアの上にある飾りが国は祈る人の家はすべての人にとって聖なる場所であるとヘブライ語で書かれている。近代以前中世以降、ユダヤ人はリトアニアの都市圏、とりわけビリニュースやその近郊に大勢住むようになり、13世紀にはリトアニア大公がユダヤ人たちに重要なビジネスを認め、また集団居住を許し、宗教的権利を認めたことから、 ビリニュースで初めてユダヤ人コミュニティが誕生している。彼らはキエフからビリニュースに移ってきた。14世紀にゲディミナス大公が招いたハンザ商人や職人の中にユダヤ人がいたことも指摘されている。また、ビータウタス大公は中央での迫害から逃れてきたユダヤ人を呼び寄せ、リトアニアに定住させることで商業の活性化を図った。 1388年から89年にかけて、ユダヤ人は信仰の自由及び経済活動の自由が認められた。また特許状も与えられ、公の保護下に置かれた。そして、ユダヤ人への暴力行為に対しては、貴族に対する暴力行為と同等の処罰を下した。その後15世紀末にはリトアニアに4つのユダヤ人コミュニティが存在するまでになる。 1492年にスペインでレコンキスタが完成すると、リサニユダヤ人の主な居住地はスペインから東欧へと移ってくるようになる。その中でも特にタタールの侵略により、人口が減少していたポーランド王国は移住者を歓迎したために、多くのユダヤ人が住むようになったが、1569年のルブリン合同により、 ポーランド・リトアニア共和国が誕生すると彼らはリトアニアにも移り住むようになっていった。その後、1578年には約2万7千人、1676年には約3万2千人のユダヤ人がリトアニアに居住していた。当時のポーランド・リトアニア共和国ではユダヤ人に対して広い自治権が認められていた。1581年、ポーランドは ユダヤ人からの徴税の簡素化を目的にユダヤ政務の設置を認めたが、これは全ユダヤ住民を代表する機関として位置づけられ、そのゆえユダヤ人同士が相互に連絡を取ることを容易にするものであったために、ユダヤ人にとっても望ましい機関であった。さらに1623年にはそこからリトアニアユダヤ政務が分離するなど、 旧リトアニア大抗国領内においても、ユダヤ人の自治権は認められていた。このように、ユダヤ人の自治制度は16世紀から17世紀に発達していったのであった。17世紀半ばに、コサックが放棄を起こすとコサックは、クリミアタタール人と共にゲットーを侵略し、その結果東欧全体で10万人以上のユダヤ人が殺され、施設なども破壊された。 しかしその後も、ユダヤ人の数は増え続け、18世紀末の時点では、リトアニア地域には、約25万人のユダヤ人がいた。ロシア帝国支配下1795年の、第三次ポーランド分割により、ロシア帝国領となったリトアニア地域であったが、ユダヤ人は、ロシア貴族に嫌いや,いやされる存在であった。その理由として、ユダヤ人の社会構造が、 ロシアの封建社会には合わなかったからだと言われる。そのために、ロシア帝国下では、ポグロムと呼ばれる、ユダヤ人迫害なども行われた。また、1881年3月1日に、アレクサンドル2世が暗殺されると、暗殺計画に、ユダヤ人テロリストが関わっていたことから、報復を名目に大規模なポグロムが行われるようになった。ポグロムに、 ロシア帝国政府が直接関わったことはなかったと現在では考えられているが、しかし現地当局がそれを黙認していたことは事実であり、その結果ポグロムを助長することになったと指摘される。こうした状況からロシア人支配に反対するポーランド人やリトアニア人の独立運動に協力するユダヤ人も多かった。 1863年から64年にかけて起きた1月放棄の際は、ポーランド人がユダヤ人に協力を求めユダヤ人の多くがこれに参加したが、1月放棄以前から、すでにユダヤ人がこうしたナショナリズム運動に参加する。様子が特にユダヤ知識層を中心に見られた。こうした知識層の動きとは、対照的に労働者、手工業者、 少々人のユダヤ人たちは、社会主義者の集団を形成する。1897年、ビギニュースにてこうした、諸集団を統合して、リトアニア・ポーランド・ロシアユダヤ人労働者総同盟を結成した。この同盟は後に、文ドと、通称されるようになる。文ドは、労働条件の改善を目的に、ロシア帝国支配の打倒と、ロシア民主主義共和国の樹立を訴え、 ユダヤ人をはじめとするすべてのロシア内諸民族の同権は民主主義体制によって実現されると主張した。そしてブン度はユダヤ人は一つの民族であることを宣言、国内の各地に散在するユダヤ人に対しては民族的、文化的自治が与えられるべきであるとし、イディッシュ語による学校教育などの権利を訴えた。なお、第一次世界大戦後には、 リトアニア共和国やポーランド共和国が独立することにより分度は分裂し、リトアニアでは新たにリトアニアユダヤ人労働者総同盟が結成されたが、1921年には活動停止が命じられた。活動家の一部は、その後リトアニア共産党やポアレーツン左派に所属し地下活動に携わるようになる。両大戦間期その後リトアニアは、 ロシア革命の混乱を経て第一次世界大戦後に独立を果たす。大戦直後には大量の難民がリトアニアからロシアへと流れたが、そのうち29%にあたる16万人がユダヤ人であった。その後すぐに多くの者がリトアニアに帰国し、ユダヤ人も1918年から1921年の間に約8万人が帰国した。 1922年に行われたリトアニア共和国の国勢調査では、ユダヤ人人口は153,743名となっており、全人口の7.6%を占めていた。彼らの多くは商業や手工芸に従事しており、農業などを営む者はごく少数であった。このような事情から、リトアニア人が農村部に多く住んでいたのに対して、 ユダヤ人が都市部に多い状況は20世紀になっても変わらなかった。例えばプルンゲという町は第二次世界大戦前まで大土地所有者とユダヤ人中3階級のみが住んでいるような状態で町の人口7000人のうちの半数以上をユダヤ人が占めていた。プルンゲは交易の中心地で市場も定期的に開かれており 市内に住むユダヤ人のほとんどが公益に従事していたという。ロシア帝国から独立したリトアニアでは、その後すぐに民族主義が台頭するようになる。リトアニア人のリトアニアというスローガンの元愛国教育が導入され、ユダヤ人は外国人とみなされるようになり、新聞などでは反ユダヤ主義が蔓延するようになった。そのような状況から、ユダヤ人は徐々に、 国外へ退去させられることとなり、移住を余儀なくされたが、1924年以来、アメリカ合衆国への移住は制限されており、そのため彼らは南アフリカや南米へ移住した。プルンゲに住んでいたユダヤ人も南アフリカ、アルゼンチン、パレスチナなどへと移り住むこととなった。その結果プルンゲの商人の数は1913年から1935年までの、 間に半減した。リトアニアユダヤ人の出生率は、世界でも最も高いものであったが、上のように移住していくものも多くいたためそれほど、人口は増えなかった。1922年に15万3743名であった、ユダヤ人口は、1937年の調査では15万7527名と微増にとどまっている。ビリニュスのユダヤ人13世紀に、 ユダヤ人コミュニティが誕生して以来、ビリニュスには常に多数のユダヤ人が生活してきた。1805年にユダヤ人法が施行されると、ユダヤ人特別強制居住区が設定され、1880年にはユダヤ人は都市部に居住しなければならないと定められたことから、19世紀には以前にも増して多くのユダヤ人がビリニュスに住むようになり、ビリニュスは リトアニアのイエルサレムとも、北のイエルサレムとも呼ばれた。ビリニュースのユダヤ人人口は、1500年には、約6000人であったが、1900年には、約6万4000人にまで増えた。19世紀末における、リトアニアユダヤ人の人口は約16万人で、あったから、その約4割がビリニュースに居住していたことになる。その後、1914年には、 ビリニュスのユダヤ人人口は10万人にまで増加し、死の人口の43%を占めるまでになった。第一次世界大戦後ビリニュスは、ポーランド領となった。ビリニュスは、ワルシャワ、ルブフ、クラクフと並ぶ、ポーランド文化の4大拠点の一つに位置づけられていたが、その中でも、ユダヤ人は、ポーランド人以上の存在であり続け、ビリニュスは、 ユダヤ人の間でイディッシュ名のビルネと呼ばれてきた。ビリニュースは北のエルサレムと呼ばれるにふさわしく、世界的にもユダヤ文化の中心であり続けた。1925年にはユダヤ学研究所が設立され、また詩人アブラハムス・ツケベルらがこの町でイディッシュ文化を発展させていった。1930年代のユダヤ人は、年配の世代は、 帝政ロシア時代の影響からロシア語に堪能であったが他方で子供たちはイディッシュ語やヘブライ語で教育を受けていた。このように1920年代から1930年代にかけてポーランド共和国下のビリニュスでイディッシュ文化を育んできたユダヤ人であったが1940年代に入るとナチスドイツによる占領によりユダヤ人の状況は一変する。 ナチスドイツ支配下シナゴーグが燃える様子を眺めるドイツ兵と地元住民1941年7月9日に撮影された第二次世界大戦中にリトアニアがナチスドイツの占領下に入るとユダヤ人の多くは特に都市で迫害を受け虐殺されるかあるいはソ連へ逃亡するなどしたソ連に逃れた者の中には赤軍に入隊したり KGB の幹部となった者も,も多い。1941年末までに18万人のユダヤ人が殺され、また1942年半ばまでにユダヤ人の80%が殺害されたとも言われる。リトアニアでホロコーストが起きた背景にはリトアニア系住民の加担があるとの指摘もされる。実際、ナチスドイツ当局がリトアニアユダヤ人の組織的殺戮を指示。 支援しつつ、現地のリトアニア人協力者が、その指示の元計画を実行していった。リトアニア人が、ユダヤ人に対するジェノサイドに関与したのにはいくつかの要因が挙げられる。他の中東欧諸国と同様に当時の伝統や価値観には反ユダヤ主義的な要素が含まれていた。また当時のリトアニア人は、リトアニア人だけで構成する。 純粋な国民国家を築き上げることを望んでいた。他にも、厳しい経済状況によりユダヤ人の私有財産をめぐって殺害が行われたという側面もあった。そして、何より、ユダヤ人はソビエト政権に協力していると見られていた。ドイツがリトアニアを支配するまでの間、リトアニアに降りかかった災難のすべてがユダヤ人のせいとされていた。こうしたこともあって、 リトアニア保安警察などが積極的にホロコーストに関与していった。他方でユダヤ人の救出に尽力した者も多くいた。数百人のリトアニア人がユダヤ人保護のために危険を犯したとされる。戦後、イスラエル政府はユダヤ人救出のために危険を犯した723名のリトアニア人に対して諸国民の中の正義の人の称号を与えている。 尚子の称号は当時リトアニアでユダヤ人に詐称を発行したことで知られる杉原千畝にも送られている。ソ連時代第二次世界大戦後、リトアニアはソビエト連邦に編入された。ソ連は人民の平等を掲げ、名目上は宗教や民族上の敵対関係をなくそうと努力してきた。 そのためかつて、ロシア帝国下で起きたポグロムのような激しい暴力を伴う、反ユダヤ主義は出現しなくなったが、他方で民衆の間で反ユダヤ主義の息吹は根付いた、ままであった。また、スターリン時代の1948年から1953年には、ソ連当局から反ユダヤ主義が組織されたこともあった。ソ連末期に、グラスノスチ政策が展開されると、 言論の自由化により再び反ユダヤ主義が表面化し、その結果1980年代末から大量のユダヤ人がソ連を出国することとなった。現在のユダヤこうしたナチスドイツやソ連の弾圧政策の結果、リトアニアのユダヤ教徒の人口は激減した。2005年のリトアニア統計局による宗教に関する資料によれば、自らが ユダヤ教徒であると回答した国民はわずか1272名にとどまる。また、これとは別にカライ派を信奉していると答えた者も,も258名いる。ビリニュスにあるカライ派のシナゴーグトラカイにある3つの窓を持つ住居カライ派の言い伝えによると、クリミア半島に住んでいたカライ派の人々がビータウタス大公の時代にトラカイに移り住んできたと言われる。 彼らのほとんどは農業に従事していた。今でもトラカイに辛い派のコミュニティが残されており、トゥルク諸語の一つである辛い無語を話し、独自の習慣を持つ。その例としては、肉のペストリーの一種でキビナイと呼ばれる伝統的な、料理や、神、家族、ビータウタス対抗の三者を表す三つの窓を持つ、住居などが挙げられる。リトアニアはかつて、 ヨーロッパ最後の異教国として知られ、ドイツ騎手段は異教撲滅を目論みたびたびリトアニアに侵攻してきた。こうした経緯からリトアニア人をはじめとするバルト人の侵攻の様子は13世紀以降ドイツ人、修道士らが表した年代記や教会の記録に描かれており、これが重要な古文献となっている。19世紀以降民族学者によって徐々に明らかに されてきているが、それでもなお古代の信仰がどのようなものであったかについては不明な点も多い。リトアニア大公国がカトリックを受容するまでは土着の多神教信仰がリトアニア人全体に広がっており、それぞれの土地でその地方の神が信奉されていた。リトアニアが統一されると地域ごとの様々な神々は統合され国家的に祝祭や 葬儀などが取り行われるようになる。つまり、それ以前は、分裂していた、地礼崇拝を、国の守護神を祀る、国家的宗教へと消化させうることに成功したので、あった。国家も多神教の伝統によって、組織、運営されるようになり、13世紀までは、ビリニュースの寺院で、炎が延々とされ続けられている状況であった。当時のリトアニア人は農業を、 主とする生活を送っており、信仰も、太陽、雷、動植物など自然を崇拝するアニミズムで、彼らの宗教では、ペルクーナスと呼ばれる雷の神や、大地の女神など多くの神々が信奉されてきた。また、輪廻転生も信じられており、仮想の儀式なども行われた。生贄などの風習も存在していた。 これらバルト人の信仰は古代インドヨーロッパに起源を持つものと考えられており、そのため、輪廻転生観、自然崇拝、多神教信仰など、ヒンドゥー教との共通点も多い。1251年に当時統治者であったミンダウガスがカトリックを受容したが、しかし彼の信任は改修を義務付けられなかったため、人々は多神教信仰を維持したままであった。また、 ミンダウガス自身は心から回収したわけではなく、ただ名目上回収したに過ぎなかったとの見方が一般的である。ミンダウガスにとってカトリックへの回収は騎士団からの攻撃を回避するための手段に過ぎず、従って先例名であるアンドレアスは用いなかったのだと言われる。カトリック回収後も彼が他神教の神々に祈りを捧げる様子も記録に残されており、 例えば、ガリシアリボニア年代記は、ミンダウガスは人目を忍んで、不運の神ネナベー死者の守護神、テルヤベル、天空の神にして、ウサギの神ディベリクス、森の女神メデエンといった神々に犠牲を捧げていた。ミンダウガスが野原に出た時に、一羽のウサギが前を横切った。ミンダウガスは、あえて森に踏み入ろうとせず、一本の小枝も折らなかった。ミンダウガスは、 神に犠牲を捧げ、動物の死骸を焼き、公衆の面前で異教の儀式を挙げた、と記している。ミンダウガスの死後は、ビリニュスのカトリック教会は焼き払われ、そこにペルクーナスの社が再建されるなど多神教の復権が進んだ。1377年に当時リトアニア大公だったアルギルダスが死を遂げたが、 彼は飼っていた猟犬と共に仮装され、ビリニュースに埋葬されている。こうした仮装による埋葬は、当時の宗教が、シャーマニズムに基づく、来世信仰の強いものであったことを示している。1397年、カトリックが公式に、リトアニア大公国の国境となったが、それでも16世紀頃までは、農民の間で、多神教が信仰され続けた。 特徴的なリトアニアの十字架十字架のデザインに多神教信仰の要素が含まれている。このようにリトアニアの十字架には太陽や蛇をかたどったものが多い。その後リトアニア人の多くは名目上キリスト教徒ということになったが17世紀から19世紀にカトリック教会が出した資料によれば異教信仰は根強く残っており、 キリスト教の洗礼は受けつつも同時に、多神教の祭日や伝統を祝うといったように19世紀末になっても多神教信仰を保持している者も多くいたという。カトリック教会は、こうした多神教信仰を憂い、その根絶に取り組んできた。以上のようなカトリックと多神教信仰の混在という歴史的経緯から、キリスト教の象徴である十字架に、 現地のアニミズム信仰の要素が加わったものが、リトアニアではよく見られる。また彼らの神話の中には、昔話の類として現代まで語り継がれるものも、ある。ここではリトアニアで信奉されていた主要な神々と、それにまつわる神話を挙げる。近年、リトアニアを含む、バルト人地域で、かつて信仰されていた、多神教を、ロムバと呼び復活させようとする動きがある。 ロムバという名は、かつてコプロイセンにあった神殿に由来する。ロムバとは、寺院や、聖域あるいは、心の平安のありどころといった意味である。19世紀に、民族史学者が農村部に伝わる歌や物語を集めるようになったが、1960年代に入ると、そこで集めた資料をもとにして、多神教の復興を目指す、いわゆる、 心意教主義運動が展開されるようになった。1967年、ビリニュース大学の学生や教授が、下死の日などに、季節の祝いを行った。これが、ロムバ運動の始まりで、創立者は当時ビリニュース大学の学生で後に、リトアニアの文部文化省民族文化部部長を務める、ことになるヨナス・トリンクナスである。ロムバ、活動家は、 リトアニア人の民間伝承の復興を目指し、多神教信仰に基づく祭りを準備した。しかし、共産政権はこれを認めず、1971年にロムバの解散を命令、活動に参加していた教師は失職し、活動家が逮捕されるに至った。しかし、それでも運動は秘密裏に続けられた。1980年代後半、 グラスの土ス時代が到来すると、ロムバ運動は徐々に認められるようになる。1987年、環境団体や文化団体の設立を認める法案が議会を通過し、ロムバはリトアニア民族文化連盟として活動することが許されるようになった。1988年には元の地位を回復し、再びロムバを名乗るようになった。その後は、 ロシアカリーニングラード州にあるロムバ神殿遺跡の修復が行われている。リトアニアがソ連からの独立を回復するとリトアニア政府もこの運動を容認するようになった。また大衆からもこの運動は概ね支持されたがカトリック教会はこの運動には反対している。1991年から92年にかけて国内外で ロムバの集会が開かれた。また、ビリニュスの中心地に多神教の祭壇がも設けられた。1992年、リトアニア政府がロムバを宗教団体と認定、しかし、伝統宗教ではなく、新宗教とされた。そのため、ロムバには国家からの資金援助は与えられていない。ロムバは現在リトアニア国内やアメリカ合衆国。 カナダなどの国外に数千人の会員を抱え、リトアニア全土に支部を持つ。会員の多くは、高校や大学の教員である。また、ジャウニオのロマバや、ロマバ、セークリッド・サーペントといった雑誌も発行している。環境運動家と密に連携しており多くの者のが、ロムバと、環境団体の両方に加盟しているが、環境問題に関する抗議活動などはせず、 彼らの聖地環境の保護を目的としたロビー活動を中心に行っている。また、ロムバに加盟する者の,の中には、環境雑誌、グリーンリトアニアにロムバに関する記事を投稿する者も,もいる。このようなかつての多神教信仰を復活させようとする動きはリトアニアのみに限らず、東欧からカフカース地域まで幅広く見られるが、シュナールマンは、これらは、 反植民地主義と結びついて起こったものであると指摘する。彼はこうした動きはロシアあるいはソ連政府が現地の人々や彼らの文化に対して悲観用であった中でロシア人支配に対抗するようにして起こったのだと解説している。リトアニアにおけるロムバ運動もまたソ連による支配に対抗して起きたものであった。リトアニアに いつ初めて禅が到来したのかについてはあまりよくわかっていない。1990年にカウナスでポーランド人学生によって初めて説法が行われ、1991年4月にはカウナスにて禅のセンターが公式に登録された。その後すぐビリニュスでも類似した施設が設立され、宗教法人として登録されている。 1993年にはリトアニアで初めて全の寺院がビリニュースにて完成した。現在はビリニュースやカウナスのほか、クライペダ、シャウレー、パネベジイス、シャケイなどでも活動が行われている。ダライ・ラマ14世はこれまで二度にわたりリトアニアを訪問しており、バルダス・アダムクス・リトアニア大統領やカトリック教会のアウドリース・バチキス・スーキ教と面会している。 ダライラマは1990年代初頭のリトアニア独立運動を支持しており、それに対して感謝の意を表すことを目的にビリニュースにある公園にダライラマの名を付けることが2009年チベット独立支持者らによって提案されている。また同年チベット文化の日がビリニュースに的確され、インドの修道僧らがイベントに参加している。ありがとうございます。